研修生チームエノハガールズアンセイというものがあったんですけれども、はい、そちらに所属していた松浦愛ちゃんがレギュラーメンバーリーフの方に昇格いたします。おかえり、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 はい、泣き虫愛ちゃん出ました。おかえり、愛ちゃん、真ん中来なさい、真ん中。愛ちゃん、この子ですね。この愛なんか涙なんか分かる。はい、愛ちゃん昇格ということでおかえりなさいってとこもあるんですけど、おかえり、今の気持ちどうですか愛ちゃん。泣きが出る。日本語喋ってね。戻ってき、なんか昇格というか、うん、戻ってくるっていう感じだったんで、うん、そうですね。こういうみんなの前でこういうのが絶対ないなって思ってたんですけど、あったんで、うん、皆さんに自分がおる場で報告っていうか、そのあれができたのは、なんか嬉しすぎて、うんうん、涙が止まらない。滝のように流れてた。それがアジちゃん。アジか。まあでも、うん、アイちゃんもね、はい、戻ってきたということで、ね、今日はね、うん、最後のラストナンバーも、はい、アイちゃん含め、はい、みんなで盛り上がっていきたいと思います。イエーイ。さあ、それでは皆さん続いてのナンバーなんですけども、うん、リオちゃんリーフをね、昇格した。そう、アイちゃんを変えた。アイちゃんさ、昇格したけんさ、うん、リ
私たちのライブ最後の最後までお付き合い本当にありがとうございました。ありがとうございました。さあ皆さん、この後は、はい、夜20時からお、もう、はい、お待ちかね、もう皆さんシンクスラブもう喋ってるじゃん。楽しみやんな。めっちゃ楽しみ。8時から花火大会始まるよ。皆さんぜひ、もう私たち言わせても分かるけど、はい、皆さん楽しんでいきましょう。イエーイ。そしてですね、花火大会までにもね、まだ時間も少しありますので、そうです、美味しいもの食べたりね、はい、水分補給も、はい、こちらの後ろのテントの方では美容師観光協会ってね書いているテントの方で飲み物とかね、はい、販売してるので、あの脱水症状になるしっかり水分とって花火大会楽しんでいってください。イエーイ。それでは最後に江ノ原魂で締めたいと思います。はい、愛するあなたの葉っぱ役、みんなの心に。